皆さんこんにちは。いつも村雨辰政の和暮らし、僕のチャンネルを見てくれて本当にありがとうございます。ですね、かなり久しぶりの動画になると思います。これはこの最後に多分動画をアップしたのは2、3ヶ月前、3月かなと思うんですね。もう本当にその中でもこう皆さん楽しみに待ってくれて、村雨さんいつ動画またアップするのかって本当にこう楽しみにしてくれて本当にありがとうございます。もう本当にこの 2、3ヶ月、なかなか動画アップできなくてすいませんでした。これからちょっとこの動画はまあ、ちょっと現状報告じゃないんですけど、なぜこうちょっと最近何をしてたのかっていうのが多分皆さんも気になると思うので話していけたらいいなと思っています。もともとこの YouTube チャンネルは、僕は週1大体日曜日に決まった時間に投稿をしていたんですけど、まあ、ちょっとこう難しいなと思い始めた時は不定期投稿にさせていただいたんですね。まあ、その中でもその後からちょっとまた忙しくなってなかなか動画も撮れなかったので、お庭の仕事とメディアのお仕事両方がかなりちょっと忙しくなっちゃって、何があったのかちょっとこれから話していきたいと思います。ぜひ見てください。それでは僕の現状ですけど、お庭の方の仕事では僕は去年ですね、淡路島の方でお庭作りをさせていただきました。ご依頼をいただいたのが去年で、実際お庭が出来上がったのは今年の3月いっぱいですね。今回のご依頼がとても光栄で、もうイングランドの丘っていう公園のようなところでお庭作りをさせていただきまして、でこれが淡路島花博20周年というイベントと一緒に
庭作りをさせていただいたような形ですね。これまあおよそ半年ぐらい時間かけて、あのプランニングからデザインからこう仕上がりまで時間かかってて、今回もすごいあのこう動画撮りながら資材選びからこう作るプロセスまで全部撮ってあるので、ゆくゆくこのチャンネルで公開できればなと思っています。皆さんもぜひ見てください。まあそういったお庭のところでちょっと忙しいっていうのがあって、なかなかこう投稿できなかったっていうのが一つですね。今ここの僕の庭もかなり荒れた状態になってるので、今からお見せします。はい、ではお庭の状態をお見せしたいと思います。まあやっぱり庭師でも忙しくなるとなかなか自分の庭が荒れていくっていうあの状態をお見せできればなと思います。まあ、ここにはちょっと僕が門松で使ってるあの植木、梅の木とかが置いてあるところですけど、はい、ではなかなか荒れた状態の庭がこちらです。結構草が生えてきてます。防草シートはもうここまでしか引いてないので、こう半分ぐらいのところからも結構荒れてるような状態ですね。まあまだそこまでひどくはないんですけど、半日ぐらいかければ綺麗にできればかなと思います。まあ何よりやっぱりこの真先の生垣がかなり伸びていまして、これも近いうちに刈り込みしていきたいと思います。それも動画にできればいいなと思います。いろんな種類の草が生えてます。ここなんかには毒ダミが生えてますね。今花が咲いてます。これもなんか有用的に活躍できればいいなと思ってて、毒ダミ茶とか作れたらいいなと思ってます。そのうちに。はい、でもやっぱり忙しくなるとやっぱり庭、自分の庭でもなかなか手はつけられない状態にはなっていくんですね。こうやってまあ時間ができ次第草取りつつ、お庭作りしつつ、はい、手入れしつつ、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。そしてここに柿の木がありますね。これ今まだ分かりにくいんですけど、実は実がいっぱいなってるんですよね。これがまだ分かりにくいんですけど、こういうところとかこの辺とか、これ秋楽しみですね。綺麗な色になるでしょうね。めちゃんもグラノトリ元気です。元気にやってますね、めちゃん、うん、下の最後にですね、メディアの方のお仕事ですけど、3月に淡路島のお仕事が終わってから、本当にありがたいことに多くのメディアの仕事をいただくことになって、いくつかの番組、もともと今年からレギュラーでやってる番組、趣味の園芸とか村雨式とかあるんですけど、それに、世界不思議発見でミステリーハンターをまたやらせていただいたりとか、各地でいろんなロケ、そしてとても嬉しいことに今まで挑戦したことがないドラマのちょっと演技にも、はい、朝ドラに出演させていただくことにはなりました。そうやってちょっといろんなメディアの仕事でもちょっと重なって、お庭の仕事も重なって最近ちょっと忙しかったのかなっていうのがあります。でもこれからも自分のペースで YouTube をアップしていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援と、はい、応援の方よろしくお願いします。メディアでもこの YouTube でも両方見ていただけたらなと
思っています。頑張りますので、これからもよろしくお願いします。